皆さん、こんにちは。セクシーゾーンの中島健人さんが5日、自身のインスタグラムを更新、グループ名の変更を検討していることを明らかにしました。この日、ファンクラブ会員に向けた動画で、グループ名変更を検討すると発表。中島さんは、今までも国外で活動しにくいことがあった。僕たちの未来を考えてポジティブな決断です、と話し、菊池風磨さんは、一連の騒動の前から、海外で仕事が決まりにくいことがあった。ここでさらにグレードアップしていこうと、と説明しました。その後、中島さんは、セクシーゾーンという名前を改名しようと話し合っています。先ほど発表がありました通り、僕のグループの方向性と、メンバーの未来のことを考え、この話し合いをしています。とインスタグラムでも報告。そして、ただこのセクシーゾーンというグループ名で、12年の間築いてきたファンの皆様との絆は揺るがないし、これは一つの成長だと感じてます。と、現在の心境を明かし、急な発表で驚かせてごめんね。とファンに呼びかけました。そして、やっぱりね、海外でも驚かれるのよ。セクシーゾーンって、と海外でのグループ名への反応を告白。そして、ただアイドルであることに、変わりはないからね。あと俺がセクシーなのも変わらない。人としてね。今までも、これからもそこは変わらず。と、らしく、メッセージ。最後は、セクシー、THANKU。セクシー、センキュー、フォアエバーと締めくくった。この突然の発表にネット上では、グループ名変更や、セクラバ、セクシー、ゾーンのファンネームがトレンド入り。正直悲しくて今も泣いています。びっくりした。悲しいし辛い。結構ダメージきた。悔しいけど仕方ないよね、などの嘆く声が上がる一方。決断してくれてありがとう。これからも変わらず4人でいてくれればいい。寂しいけど動画見て元気出た。英断だと思う。一生セクラバであることに変わりはない。セクラバならどんなことでも乗り越えられる。などと前向きに捉える声も多数上がっていました。セクシー、ゾーンは2011年9月に、佐藤勝利さん、中島さん、菊池さん、松島聡さん、マリウス陽さんで結成。同11月にシングル、セクシー、ゾーンでデビュー。13年には初の NHK 紅白歌合戦出場を果たした。昨年12月には初のドーム公演を実施。同月末でマリウスさんが芸能界を引退し、23年から4人体制となりました。ジャニーズ事務所には、実は過去に、セクシーのつくグループが存在しました。それは美少年です。美少年は現在の名称になる前はセクシー美少年というグループ名でした。しかし48日経過した頃、美少年へと名称が変更したのです。それに、美少年はもともと東京 B 少年というグループ名で活動しており、このグループ名はメンバー自ら選んだ名前でした。ジャニーズのアイドルグループは、基本的にジャニー、北川社長がその名前を決めるのですが、B 少年の場合は社長がいくつかグループ名の候補を出して、その中から自分たちで話し合って決めた、というものでした。それだけにメンバーもファンも、ものすごく愛着を持っていた名前。しかも、東京 B 少年からセクシー美少年へ、6人は6の少年が成長し、よりセクシーに、より美しく、B 少年から美少年へ、今 B 少年がセクシー美少年として生まれ変わる、という文章と共に変更されました。ファンの反発や、ジャニ、北川氏の独断で、2度もグループ名を変更したといいます。そんな改名劇があった最中、ジャニーズファンの間では、次の退所者は誰かという噂が広まっています。その中でも特に話題になっているのが、大人気グループセクシーゾーンのメンバーで、俳優としても活躍している、中島健人さんだと言われています。ことの発端は中島健人さんが、自身のインスタグラムを更新し、キング&プリンスを脱退し、ジャニーズ事務所を退所した、平野紫耀さんに向けてメッセージを送り、ツーショット写真を投稿したことです。中島さんと平野さんはテレビドラマ「未満警察ミッドナイトランナー」でダブル主演し、バディを組んでいました。
中島さんはインスタグラムにジッパイのツーショット写真を投稿し、メッセージで最高のバディへどこまでもいつまでも応援してると綴りました。さらにテレビ朝日系の番組ミュージックステーションを見ていたことも明かしたのです。そんな中島さんはニューヨークで行ったインスタライブで平野さんと連絡を取っていることも明かしています。中島さんは NY で渡辺直美さんに会った後のインスタライブで、翔くんとは会っているんですか?というコメントを拾うと、会ってないですね、連絡は取っていましたけどね、と連絡を取っている様子をさらりとほのめかしたのです。渡辺さんは短期留学などを経て2年前から活動拠点を NY に移しています。中島さんは2018年にぐるぐる99で共演した時から渡辺さんに海外活動の相談をしていたと聞こえてきます。中島さんが海外を拠点にした活動に以前から興味を持っていたことは明らかです。中島さんと平野さんは長時間一緒に過ごすことで、平野さんが中島さんから受ける刺激は大きいものがあったでしょう。海外への夢についても語り合ったはずです。アメリカ進出が見え始めていそうな中島さん、彼と同じくセクシーゾーンに所属する菊池風磨さんも海外進出を口にしています。 YouTube チャンネルジャニのチャンネルでのことです。同チャンネルは嵐の二宮和也さん、カトゥーンの中丸雄一さん、平成ジャンプの山田涼介さんと共に更新していて、この日はドライブをしながら4人のまったりトークが繰り広げられました。その中で SNS の話になると、菊池さんは中国版 Twitter、Weibo に興味津々、あんまりいなくないですか?ジャニーズでやっている人、と、ジャニーズは中国進出がまだまだという見方を示しました。現在、Weibo にアカウントを持っているのは、木村拓哉さん、嵐、そしてスノーマン。同動画で、菊池さんは、アジアにリーチしたいとした上で、世界って言うけど、お前らの言う世界って結局アメリカじゃねえかって最近思うんですよ。どのアーティストもどのバンドもと納得がいかない様子を見せたのだ。菊池さんはその後、二宮さんのバンドを敵にしてるといういじりを受け、全肩くらいで見てる方もいらっしゃいます。もちろんそれはねとフォローしつつ、でも世界なんだったら本当に日本を基盤にアジアを基盤にってこうと徐々に知名度を上げていくのがいいと主張したのです。これに反応したのが一部のキンプリファンでした。世界目指して頑張ってる全ての人を敵に回した、世界で活躍してデビューしてるトラジャや世界のことで脱退発表してるキンプリに失礼だよねと、菊池さんの発言が平野さん、岸優太さん、神宮寺勇太さんのキンプリから脱退が迫る時期の中でのものとあってかプチ炎上したのです。ただし菊池さんの発言はむしろ海外進出の目覚ましい中島さんと自身の温度差に焦る心理が漏れたものとも受け取れます。菊池さんが昔から中島さんと良きライバル関係であるのは知られています。菊池さんはかつて中島さんについて一番負けたくない存在で誰よりも一緒に頑張っていきたい存在としていたと聞きます。中島健人さんは海外志向が強く、ジャニーズの組織図が変わり海外戦略室が消滅したことから、自身の力で活躍の場を世界に広げようとしていました。これはファンの間でも広く知られた話であり、菊池風磨さんも含めた周囲から刺激を受けて海外進出を考え始めた可能性もあります。また中島健人さんと菊池風磨さんはライバル関係で知られており、菊池さんは中島さんに対して一番負けたくない存在として一緒に頑張りたいと語っていました。最近の菊池さんの海外進出への意欲も中島さんへの刺激になった可能性があります。現在菊池風磨さんと中島健人さんはジャニーズ内でそれぞれ対極的な位置にいるため、同じグループで活動し続けることは難しいと感じられます。中島さんは海外志向が強く、山下智久さんに続いて平野さんも海外で活躍し始めると自身の進路について考えることでしょう。一方菊池さんはジャニーズ内での地位が上昇し、
将来の幹部候補とまで言われるようになりました。しかし、菊池風磨さんと中島健人さんは、お互いをライバルと意識しており、それぞれの考え方や努力が重なり合って成長してきました。将来の決断に注目が集まりますが、二人がそれぞれの道で成功することを期待しています。最後まで動画をご視聴いただきありがとうございます。チャンネル登録、高評価も、ぜひお願いいたします。それでは、また。